おはようございます。おはようございます。今日現場です。なんか見慣れなさすぎますね。いろいろ作業着て、作業着とこの2人もなんか本当初めて見ましたね。寺西くんと青木くんのなんか現場みたいなのは結構見ましたけど、なんで河合さん今日どうしたんですか。今日は休みで今日休みなんですか。そうそう、今日休みで現場遅れとるんだって。はい。でここも俺の現場なんだけど、1週間、まあ、先々週の雨で、あ、はいはいはい、もう結構現場ずれ込んじゃって、はい、昨日現場自分の現場まで見に来とって、はい、でもう早よやってよって、はい、まあ、マイペースなんだわ、まあ、はい、本当に遅れとるけど日曜日も出てくれとんだよ。あ、はいはい、日曜日も出てやってくれとるけど今ずっと休みなしでしょ。休みないっすね、3週間ぐらい休みないけど、はい、ね、遅れは遅れだもんで、はい、今日はちょっと助っ人で。あ、じゃあ俺今日だから親方っす。すいません、なんかもともと一緒にやっとったもんで、はい、そうですね。え、ずっとやってたんですか。何チームかあったらで、はい、そのいろんな人についてってってやっとった感じかな。あ、じゃあ、え、青木くんに塗装教えたのは河合さんなんですか。河合さんです、ね、めちゃくちゃ教えたかって言ったら教えてないわけまあまあまあ誰に教えてもらったんですか。まあみんなだよね、みんなですね。寺西だったり、園田もろもろあ、園田もろもろ、そうそうそう。最初のもう親方はもう河合さんです。あ、そうですか、はい、そうそう。高校生の時に面接に来て、高校1年生だっけ、はい、高校1年生ですね。で面接に来て、はい、リュックしょっとったっけ。リュックしょって制服で、制服で来たよ、ね、マジですか。で社長と2人で面接して、はい、でまあ3人で入るって言っとって、はい、で1人は平原さんのとこで、はい、1人は、まあ、もう1人のとこ行って、はい、3人分かれたんだけど最後まで残っとった。おー、今に至るって感じです。そうそう、でも最初あれだよ、あの学校辞めて高校辞めて入るってことだよね。そうですね、高校辞めてもう働き満々だったんで、はい、高校1年生だよ。え、高校1年ですか。そうそうそう、高校1年生ですね。え、でも辞めたんですか。辞めてない。辞めてはないです。あ、辞めて、辞めようとしてたんですけど、はい、高校辞めたらもううち入れんからみたいなこと言われた。もったいないじゃんね、高卒ってさ。別にね、だって一生本当に塗装屋やるかわからんじゃん。はい、そうですね。でも高校卒業してから来いって最初言ったんよね。はい、でやけどまあやりたいからって言って高校行きながら、最初は日曜日だけ出とったんだっけ、アルバイトで。そうですね、土曜日とか日曜日とか、はい、夏休みとかで3年間卒業しろって言っとったんやけど、一回事故しちゃったんよね、バイク事故。バイ、あ、そうですね、バイク事故起こして、なんか動画になってましたね、それ。そうそう、バイク事故して入院したら単位足りなくなったんよね。そうそうそうどの道そうそう、単位足りなくなって転学しましたね。あ、通信で、で、でも3年間卒業したもんね。そうそう、で通信になったもんで、もうちょっと来れるようになって、はい、で、ずっと結構月に2回行くだけ学校、週3ぐらいで学校行ってます。それ以外はもう毎日来て、それ以外はへー出させてもらっててって感じです。あ、そうなんですか。はい、河合さんから見てレベルアップというか成長はしたんですか。いや、しとると思うよ、全然しとると思うけど、はい、おっせえなと思うよそもそも後期が遅れる時点でおっせよね。すいません、すいませんでした。今日何も言えないけど、まあ、寺岸さん手伝いに来てくれたりとか、手伝いに行ったりとかか、なんかまあそうやってコミュニケーション取ったりしとるもんね、寺岸さん。あ、はい、あ、そうですか。そうそう、どっかの現場とか一緒に入ったりしとるでしょ。岐阜か、マンション。そうですね、マンション、うん、へえ。だから人当たりがいいから、はい、まあこうやってね、いつまでも関係で折れるかなって。息子みたいな感じの息子と同い年でさ。あ、そうなんですか。河合さん何歳でしたっけ。俺39。39歳です。で、20歳ですもんね。20歳になりました。親子です。息子で、親子みたいな。親子ですね。パパだと思ってる。俺は親方だと思ってる。今日は親方だと思ってる。今日だけです。今日だけです。何でもいいけど、お前汗すごいね。ちょっとやばいです。シャワーも叩いてます。大変だね。現場体験していく？一緒に。いいですか？あ、ちょっとやってみたいか、終わりました。あ、塗装は何をどこ塗る。どうしよう、じゃあトイ塗ってみる。え、僕ついてけばいいですか。あ、うん、こっち来て。これ木部だもんね、やっぱこうやってあ、剥がしてる。木が浮いちゃうからよし、これで塗ってもらおうか。これ見る？ストック感っていうか。そうそう、これ区切られとるでさ、いいけどさ、あの、トイ止めがなくて繋がっとる場合はもうザーッといっちゃうけど、
俺ハケ塗りが好きだから。ハケで仕上げた方が綺麗だもんね、トイ。で途中で止めずにこう縁から縁まで。こういう感じでここ塗ってもらおうかな。ちょっとここだけ塗るね。ああ、ハケの向きは揃えとんね、横で。こっちでやっちゃうとこういう線つくのね。横でやった方が。で結構こういうとこに材料溜まってダラーっとすることがあるもん で材料もちょこっと刷毛先に少しつけてトントンぐらいでいいもんで、はい、やってみて。で今材料ついてないでさ、あれだけど刷毛の下に顔を真下に持っていくと塗料が顔に落ちるでね、ポタッと。でもめちゃくちゃ大変ですね。大変ですか。またつけて、うん、いいよ、ちょんって。あとですか。うん、まあとはないけど、ちょっと一本だけ頑張ってやってみて。大丈夫ですか。いいよ、直すで。仕上がり見てみようか。すごい下手。これすごい下手。すごい下手ですね。すごい下手だね。ちょっと直すわ。乾く前に。画面越し見たら分かるんですよ。目で見たら分かるし。やばいです。師匠から見て。あ、沖のすごい。真面目。技術的な話？職人としてもう若い職人が来ると縁みたいな思うお客さんも多く。ああ、そう。でもまあ若いから仕事ができないわけじゃないから。でもやっぱね、みんな通る道だもんね。若い時は絶対あるから。そうっすね、うん、真面目だよ本当に。コツコツやるし、ただマイペース。まあでもそのね、遅れてるからってその何急いでくちゃくちゃにしないから、まあ、しっかりそこはね遅れてるけど理由話して、はい、でも手抜きはしないから。ああ、素晴らしいですね、うん、やっぱり焦ってバーッと適当に走っちゃう人もおるわけじゃんね、はい、そういうことはしてないで、まあ、うち検査も厳しいしね。なんか平原さんに言ってますね、検査が厳しいって、まあ、でもそうじゃないとダメだよね。やっぱり自分らはさ、いつもこんな毎日同じような作業しとるかもしれんけどさ、お客さんからしたらやっぱり100万円、200万円の工事しとんなもんで、うん、現場楽しいね。楽しい。なんか前も言ってましたけど、現場は楽しいよ、やっぱり。なんか仕上がったらさ、目に見えるじゃんね。俺いろいろ若い頃に電気屋さんやってみたりとかあるけどさ、電気屋さんとかさ、確かに大事な仕事だと思うんだけど、どんだけ上手に配線さ、つなげてもさ、結局隠れちゃうじゃん、電気配線って。でも塗装やって最後足場バレたらさ、一番なんかお客さんに喜んでもらえるじゃん。ああ、はいはいはい、綺麗になったって嬉しいよね。形にも残ります。そう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 、こうやってなんか作業しようと無言でなんか黙々とできるじゃんね。営業だとなんか人と喋っとかな感じじゃん。俺も人と喋るの苦手だもんね。そうだよ。塗装だったらさ、なんか、まあ、対壁っていうかさ、何も喋らんじゃん。お客さんとかだとさ、やっぱいろいろ読めんじゃんね。こっちからなんて話していいかとかさ、あ、なんかこうな、こういう話になるかなとかなっとっても全然裏書かれるというか。で、まあ、これを2回塗るって感じかな。乾いたらもうすぐ塗るんですか。もう今日はちょっと早いかな。なるべく1日1工程がいいもんで、1日2工程やると早いかなって。まあ塗るとこいっぱいあるじゃんね。今日ここも触らんでもこっち触れるし、
で明日また同じような作業したら2回乾燥時間しっかり置けるし。じゃあ青木さん閉めてください。今日親方なんで。はい、何でした？お疲れさんです。お疲れさんです。時間の関係でちょっと青木くんの出てるとこちょっとまた次の現場で。そうですね、次の現場お願いします。1日密着あるんで。ああ、またこそっと応援来ます。ぜひぜひ。また現場遅れちゃうとあかんもんで。そうですね、手伝いに行きます。お願いします。すいません、どうしたらいいですか。はい、どうぞ。皆さんに向けてどうですか。皆さんに向けて、はい、まあ、まだまだ暑いんで水分たくさん取ってください。昨日も聞いた俺。はい、すいません、はい、ありがとうございました。ちょっと僕からあの関東出店にあたって、うん、あの職人募集してたんですけど、うん、あの足場とシーリングの職人がちょっと足りてないみたいなんで、皆さんよかったら応募してください。お願いします。お願いします。お願いします。そうたもろもろもお願いします。お願いします。はい、すいません、お願いします。受けてるんで。お願いします。はい、行きます。はい、また見てね。チャンネル登録お願いします。